まあ、風防歌っていうところに来てるんですけども、あ、ここはご協力くださいということで、久高島風防歌は神谷の昔から琉球王府と久高島の人々が大事に守ってきた聖地です。神々への感謝の心と人の安寧を願う場所であるために、何人たりとも出入りを禁止しますと。で、まあ、宇滝は確かに、入っちゃいけない場所がありまして、まあ、私なんかは入っちゃいけないって言われば入らないんですけども、風防宇滝ですね。宇滝ってこういうふうに恩なんていうの、地獄の獄というんですけど、恩獄と書くわけです。で、そこのところで、あの、うがみ、そのお祈りする人はそこでお祈りします。なるほど。で、まあ、あの、はい、この辺までは入ってよくて、ここに立ち入り禁止というふうに、書いてあります。立ち入り禁止ですね。まあ、ですからこれ以上は入れないということで、宇滝の外側を、画像でご紹介する次第です。